日本ハムの池田隆秀投手30が5日、北広島市内の球団事務所で契約公開交渉に臨み、サインした。最大の評価をしてもらった感じ、インパクトは残せた、と語った。今季は右肘痛でで遅れたが、7月に一軍昇格すると、29試合に登板して2勝1敗、15ホールド、防御率3、80、気迫のこもった投球で、 51試合に登板した昨季に続いて勝ちパターンのセットアッパーとしてブルペンを支えた。毎年思うんですけど、勝つのは大変だなと思った。1年間状態を保つ大変さとか、改めて宮西さんはすごいなと思った、と振り返った。移籍5年目となる来期に向け、今年の数字、ホールド数が物足りないと思っている。ホールド数を欲深くもぎ取っていきたい。 まず今シーズンの数字を超えて積み上げたい、と意気込んだ。